こんにちは、川中レイネツの村上です。こんにちは、川中レイネツの竹谷です。今日は滋賀工場に来ています。韓流ボイラーの製造工程をご紹介いただけるんですよね。そうですね、今日は韓流ボイラーのですね、製造ラインを見ていきます。この工場は1962年にできた工場で、その当時は大型ボイラーの塗装円管、水管ボイラーを主に作っていました。で、現在は韓流ボイラーを主に作っています。それでは早速見に行きましょう。頭気をつけてください。はい。まずこの装置でですね、韓流ボイラーの電熱管ですね、ピンチューブを作っている工程になります。チューブをセットしてピンを取り付けるという作業をこちらでしています。そうなんですね。続きまして、そちらでできたピンがこの状態になります。今やっている作業につきましては、先ほどできたピンチューブをですね、にですね、ガスシールフィンというのを新たに取り付けまして、でその後にですね、本体を取り付けて、ガスシールフィンというのはこういう形のフィンになります。こちらの工程では先ほど看板とピンチューブを組み立てもドーナツ状の線をここで溶接して取り付けてるという作業。ロボットではなく人の手で行うんですか？あ、そうですね。ボイラー溶接紙ですね。それで溶接しないといけない部分についてはその手でしっかり溶接。あ、このギザギザは何ですか？あ、これは気水分離機のですね、部品になってまして、旋回バネの部分がこちらになります。で、旋回バネは蒸気が横から入りまして、旋回バネの間をですね、通りまして、ここで旋回力を与えられて、蒸気中に含まれる水分を飛ばして、で反転してこちらから蒸気が出ているというような方法、これが、要になります。そうなんですね。この部品をですね、全部組み上げたのが向こうの部品になりまして、完成品ですね、になります。こちらがですね、耐圧部は完成した状態で、先ほど作っていた本体側と気水分離機をですね、こういう形で見つけて耐圧部としては完成という感じです。そうなんですね。あれは、あ、これですか？どうしてバラされてるんですか？気水分離機にはなるんですけども、大きなボイラーについては構造上ですね、一体で作るとなってまして、で特に小型のものについてはですね、分割搬入ができるように単品でですね、今後の工程に回していくと、形で単体で置いてあるんです。なるほど、そうなんですね。これはどういう作業する場所ですか？いいですね。これが、当社の一番耐圧部作る中の、要になる部分で、小丼炉というものです。先ほどまで見ていただいた耐圧部というのが基本的には溶接構造で作るものですから、溶接するとですね、この溶接部に残留応力が残ったりですね、歪みが出たりと、でそのまま使うことで、ボイラーに影響が出る溶接部割れが出たり、そういうのを取り除くためにですね、この小丼炉にですね、で完成したものを入れまして、だいたい3時間かけて650度まで上げて、で650度を1時間維持して、でまた3時間から5時間かけて常温まで起こしていく、そうすることでその、残留力であるとか歪みを取って、で正常な状態に戻すという工程がこちら。そうなんですね。でもなかなか中見れませんもんね。そしたらこちらに来ていただいてですね、はい、
先ほど見ていただいたですね、下側の穴のところをバーナーって言ってましたけども、一応 1,2,3,4,5 5本ですねのバーナーで、これは両面についてまして、トータル10本のバーナーです。センサーからの信号での燃焼量を調整していると、温度を一定に保って制御しているということになります。そうなんですね。はい、行きましょうか。はい、これはどういう作業を行うところですか？これはですね、先ほどできましたタイヤ粒の溶接部について漏れがないか確認する水圧試験場になってます。こちらでもって日本ボイラー協会の構造検査、あるいは個別検定で、またですね、カージュレネス独自の自主検査というのを行っています。まあ、ここが検査の要、この検査を一発で取るために今までですね、一つずつ丁寧に作って確認していっているという。おー、なるほど、そうなんですね。じゃあ行きましょうか。はい、この後にですね、制圧試験を受けるものについてはここに準備しているというふうになります。この不思議な形の、これはどういう工程ですか？これはですね、先ほどまでタイヤ粒は鉄でできてですね、バーナーが真ん中につくんですけど、そのバーナーの火をですね、このタクト中の粘土ぐらいありまして、そこの方は鉄板張ってるだけなので、鉄板溶かしてですね出ていっちゃいますので、ガスが出ないようにする、あるいは焼けないようにするというところで、下の部分にですね耐火材を練ってですね調整し、ボイラーに流し込むという作業をする場所になります。そうなんですね。で、ちょうど作業が終わったものがこちらになります。ちょうどこういう形で、これ外なんですけど中にも売ってまして、外側をこういう形で囲ってですね、これが耐火材です、ね、なります。でもっと見やすいのはこっちで、こういう形で、まあ、きれいに売って、まあ、中にも売ってますけど、こういう見えないところもですね、きっちり施工して、このボイラーを安心して使っていただくようにということで、まあ、カージュレンズとしては一つずつきっちり作るというのをモットーにしています。なるほど、そうなんですね。で、続いてはですね、まあ、こういう形のもの、裸のものをですね、表面温度の中で200度ぐらいありますので、放熱したり、あるいは泥棒したりということで、こちらの方にですね、保温をかけて断熱をかけていくということになる。もう全部高温が巻かれている状態ということですね。そうですね、この熱のかかる部分ですが、基本的には全部保温です。なるほど、いただきます。はい、あ、だいぶボイラーの形がもう普通に完成に近い状態ですか？あ、そうですね、まあ、ここで先ほど保温を巻いた本体の部分を、ね、こちらに持ってきてですね、こちらで大物の制御盤とかですね、バーナーとか送風機なんかの大物の機器の組み付けで、あとはその組み付け全部終わった後に、配線であるとか配管とか、まあ、そういうのを施工して、ここでほぼ完成状態に持っていく、まあ、そういう場所でございます。まあ、先ほど言いましたけど、大物部品に付けましたらバーナーとか制御盤とかがこの手前で、手前に配線されていく。いっぱい並んでますね。そうですね。ここも何かもしかして試験をする場所ですか？あ、そうですね、試運転場ということで、先ほどの部品を組み立てた後のボイラーをですね、ここで電気チェックであるとか、実際に物が動くかどうかのチェック、燃料を入れて、蒸気を出して 100% の性能確認と燃焼の確認をする、現地にいて確認をするんじゃなくて、ここで1台ずつ実際に動くかというのをしっかり確認して、お嬢様のところにお届けしている。なるほど、大事な場所なんですね。そうですね、ここクリアできないと、まあ、出荷ができない、出荷を止められる。ここで試運転を終わってですね、合格したものが、まあ、こちらに移されてですね、出荷準備に入ります。出荷についてちょっと説明しますね。はい、お願いします。
試運転終わってですね、水抜いて、保管処理をしてカバーをかけてですね、傷つかなくして出荷するとで、またお客様の方にですね、完成状態を見てもらう状態を見てもらう、あとは構造検査の時、麻酔圧検査の状態を見てもらうということで、この3つ見てもらうことでですね、安心して、当社のご縁を使っていただけるということの取り組みもやっています。はい、これでですね、今日韓流ボイラーの製造ラインについての説明は終わります。今日ですね、韓流ボイラーのピンチューブの製造から出荷までの話を見てきましたけども、どうでした？そうですね、普段ボイラーの内部の部品を見ることはないので、とてもいい勉強になりました。あ、それはやっぱですね、今回見れなかったですね、大型ボイラー、露頭円管ボイラー、水管ボイラーのですね、製造工程についてもこれから動画を作っていきますね。滋賀工場の見学についてはどなたでもご覧いただくことができますので、お気軽にお問い合わせください。今日はご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。